日常演舞食歌日記へようこそ。さて本日の演舞はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらファミマークのファミマキタコスミートを食べたいと思います。この春巻きの中にタコスの具材が入っているので、なんか緑色ですね。何が入っているの？割りたいんですけど、割ったら間違いなく悲劇が起こりますので、もうこのままいきますね。ではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。まず外側の春巻きの皮がパリパリとしていて、それを噛んだ瞬間に心地よい音が聞こえてきましたね。そしてその次にタコスの香辛料と酸味が効いたあの独特なトマトの味が口の中に広がってきて美味しかったです。春巻きとはちょっと違いましたが、これはこれで美味しいですね。揚げ餃子にも近いような気もするけど、それとも違う、そんな感じです。もちろん具材は違いますけどね。というわけでこちらも点数とさせていただきます。もうちょっと大きなサイズで食べてみたいですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞終演、お楽しみいただけましたか？もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。